元気出していこう。てチャンネル。元気出していこう。てチャンネル。てっちゃんこと荒川哲夫です。川島あみるです。元気出していこうてっちゃんねる。この番組はてっちゃんこと大阪市立大学の学長で医学博士の荒川哲夫先生と一緒に病気や健康のことから身近な話題まで幅広くお届けいたします。大阪を元気に、さらには大阪から関西を盛り上げようという番組です。はい、今日も最後までお付き合いください。この番組は合同会社ウェルネスオープンリビングラボの提供でお送りします。ではてっちゃん先生、今日のテーマを発表してください。はい、前回この本題に入れなかったんでね、はい、今日も本題に入れるかどうかちょっと自信ないけど、はい、毎週テーマを決めてそのテーマに沿った話題をお届けしていきます、はい、今度こそ循環器の病気についてということです。先週に続きまして今日もものづくりの町東大阪にある航空機部品メーカーの株式会社青木の会長青木豊彦さんをお迎えしてお送りします、はい、よろしくお願いいたします。お気づいてすいません、ありがとうございます。よろしくお願いいたしますそう、もう全然話し足りないところがいっぱいあってね、はい、こんなに元気そうに見える青木会長なんですけれども、ちょっと循環器を患ってということなんです。冠動脈にステントというものを入れる、総額300万という話を先週ねお話しされたんですけれども、この青木会長ね、病気をされた時の状況ですよ。自分も全然分からなかったんですけど、おいくつ、今75歳ですよね。そうですね、いくつの時、7年前ですから68かな、68歳の時、68歳の時に、はい、まあ、先生に紹介された、時代の吉山教授に出会って、うん、はい、これは青木さん大変やでと。ちょっと心臓がドキドキする、うん、そうそう、心臓ドキドキしとって、うん、汗かくんですよ。汗、うん、汗をざっと、そうね、ね、そんなに、まあ、そんなにぐーっと痛いことはなかったよね。ちょっと苦しい感じ、うん、そうそう、急に新幹線乗ってタート走って乗って、うんうん、で席座ったらブワッと汗かいて、うん、ドキドキして、はい、なんかあんねえのなと思ったりしとったんですよ、うん、で、まあ、そのことを、まあ、吉山先生に話したり、うん、しとったらこれ見るわ言うて見てもうたら、すぐ入院せんとあかんと、うんうん、いうこと言われて、うんうん、で詰まってんねと、はいはい、その心臓の血管が詰まってる、冠動脈見てね、うん、これ3本あるね、うん、3本あって、うん、3本のうち3本とも詰まってると、でその人間って不思議なもんで、吉山先生に聞いたんだけど、冠動脈こうあって、うん、で何で俺ちゃんと生きてるやんという話したら、うん、毛細胞が勝手にこう、うん、細い細胞が、まあ、その血液が、はいはいはい、細い細胞が動いてくれんでね、頑張るんですか、頑張るんです、うんうん、だから冠動脈ってね、冠っていう字書くんでね、はいはい、それはその心臓ってもあるでしょ、うん、で心臓をこう取り巻くように冠のようにあのなってるから、あ、そういうこと、それで冠動脈、英語で言うとね、コロナリーアーテリーって言って、コロナリーって言うんですよ、はい、コロナのコロナ、そうそうそう、冠、今流行ってるコロナウイルスのコロナも、はい、ちょうど冠みたいに見えんねんね、うんうん、丸くなってて、だから同じ語源ですよ。あ、そうですか、でも、うん、ちょっと走ってドキドキするぐらいやったらね、うん、68歳ぐらいやったら、うん、まあ、なんか年のせいかなって思ってしまいそうですよね。そう、僕もそう思うとったし、うん、年のせいとは思えんけど、うん、ちょっとおかしいなとか思うとってんけど、うん、ですぐこう入院やで、入院するのができまっかいなという話言うとって、できまっかいな、はい、忙しいのにという話で、はい、展示会がいろいろあったんでね、はい、で東京で展示会をするんや、それ終わってからもっぺん見てもらうわと言うた時に吉山先生来てくれたんですよ、展示会に、で先生何年の、で、うん、なんか用事あったんで開催、まあ、それは用事もあったけど、うん、その青木さんちょっと心配やから、私の言うた薬飲んでますか、言うから飲んでますがない、診察に来てくれたんですよわざわざそういうその見本市に来てくれて、うん、そんなに悪いのってほんまに悪いんですよという話になってやね、うん、はい、それから帰って、ほんで即入院ですわ、うん、
だから詰まる場所にもよるけどね、あの青木さんの場合はゆっくり詰まってきたから、うん、その他に、ま、血液の流れる道ができて、そうだね、その心臓の筋肉がね、うん、いっぺんにバンと死なわなかったからよかったけども、うん、これ心臓の筋肉があの血液いかなくなったら死んじゃうわけですよ。完全 100% 詰まったら、はい、血液いかなくなっちゃうよ、うん、だからそのそうなって心臓の筋肉が死ぬと、これは心筋梗塞やつ、そう心筋梗塞、あ、いやいやいや、うん、そうするとね心臓の筋肉で生き返られへんねんよ。へえ、だから怪我したらね、皮膚怪我したらまた再生してくるやんか、その細胞ができてきて、だから心臓筋肉はね、はい、その増えられないのよ、死んだところは。そうなんですか、うん、だから早くその血の流れを戻してあげないとあかんので、それであのそのステントっていうね、その300万のやつ、300万の器具を6本全部で300万、そうそう、それをこう塞がってる血管のところに通して、うん、であの血液の流れを良くするっていう。それは回復手術なんですか？いや、もうあの針金みたいなのをここから入れてね、はい、穴をお腹から、あの足のところ、足の付け根、付け根のところ、そこが一番太いらしい、うん、足から心臓まで、そう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 、すごい技術ですね、うん、今腕からもできてるんですよ、うん、腕からもできてる、今は僕らの時は足からだけやったけど、うん、腕開いたりしないですね、うん、しないしない、うん、はで入院の日数はどれぐらいで行けたんですか？2週間ぐらいだったんだ、1週間入院したらちょっと長いぐらいって、ね、うん、そうなんですね、うん、もう初め怖かったわ、うん、ドキドキするやんぐらいな、うん、全身麻酔しないの、え、もう局部麻酔でできるんですか？ね、でみんな先生方の声聞こえるわけです。ちょっと怖いですね、うん、聞こえてました、ああ破れるわどないかおい大丈夫かと。だってそのステント入れる器具の研究もされてたじゃないですか、まさか自分が事件だみたいな、そうそうそうなんですよなるとは。でビッグファンもね、まあ、ちょっとコマーシャルみたいけど、一台のね、技術はええです。いや、これ助けてもうたから言うんじゃないけどね、うんうん、僕みんなに言うてんねんけど、うんうん、もう行くねえと一台行けと行ったら間違いないわとまあでも実際他の病院にも見ていただいてからの荒川学長にかかったわけですもんね、奥さんはね、他の病院と比べられたんですよ、比べたんですもんね、まあ、自分としては、うん、ちょっと余談の話するんだけど、うん、ほんまにね、一台はええですよこれなんでいいからね、なんでですか、僕が知ってる限りでは医療機器作ってる会社で、うん、まあ、中小企業でねこう作るんだけど、使ってくれる大学が少ないんですよ、はあ、最初の砦で、はあ、うん、その時ね、はあ、一台は意外と新しいものを採用してくれるんですよ。せっかく作ってもちゃんと使ってくれるところがなかったら、それは商品にならないですよね、うん、そうそうそう、だから僕はそのもちろん自分の命助けてもらったというお礼もあんねんけど、はい、うん、その荒川先生がこう一緒に作ってね、今ものづくり医療コンソーシアムというのを作って、うん、はい、それがもう大きくその伸びていく、うん、もう大阪の産業を支えるようになれば、うん、これ以上越したことないなと、うん、有害に思うし、うん、で今いろんな技術がこう医療の方にね、採用されてもええんとちゃうかと、うん、有害に僕は思いましたわ、うん、で、まあ、うちも飛行機やってるんで、はい、飛行機やっとって今コロナで仕事ゼロですよ、はい、うん、そうだから飛行機業界大変ですね、ボーイングさんもエアバスさんもちょっと減産になってるんで、うん、言うた中で今これ私首に飾ってんだけど、そう今胸元ねちっちゃい空気清浄機みたいなもの、そうそう空気清浄機なんですよ、ね、空気清浄機というより光触媒、ほう、除菌機というなんか出てるんですか、空気が流れてるんですよ下から、うん、ネックレスみたいに首から下げてるものなんですね、10センチぐらいのものなんですけど、でこれ理化学研究所がエビエス出してくれたんですよ、はい、ニュースでも発表されてましたね、うん、発表されたんですよ、でその時にここの会社やけど、はい、その大阪ですよ、うん、それが江戸の大学と組んでやね、江戸ってやってるわけ、はい、東京で、それをなんで大阪に言うてけえんねと言うたら、はい、そこの社長さんが、はい、それやったらぜひその次第とも交流させてやという話なんです、うんうん、じゃあそれもやはりものづくりと大学、ものづくりと医療との関わりですよね、はい、それを僕は一台とも入ってもらいたいという
具合、今日初めて先生に言うねんけど、はい、こんな場で初めて聞いたよ。いやいや今ここでも商談が始まってます。いやいやいや、でもそうですよね、せっかくなので大阪同士で結びついてっていう、うん、そうそうそう、この1ヶ月でコロナに負けてる場合じゃないですよね。コロナ勝つためやってまんねん、勝つためにっていうことですよね。会長、そうだから、ちょっと力入りはな、いやいやいや、もうね時間オーバーです。まだ本題入らないかった。いや、まあ、でもあの最初にねお話も循環器のことですけれども、ちょっと胸が苦しくなったら、うん、ちょっと早めに見てもらうというのは大事ですよね。そう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 、人間ドックでも何でも ね、うん、あのね、やっぱり健康診断の中にね、うん、あの、うちメドシティ21っていう検診施設、付属病院の検診持ってるわけやけど、はい、1台の、はいはい、そこではあの、まあ、脳ドックはやってるんだけどね、うん、あの心臓道具っていうのは、はい、あのオプションでつけることできるわけね。はい、うん、だからあの全く体に健康な人でももうその人間道具あのメドシティに来てもらったら、うん、心臓道具のオプションつけてくださいと、はい、いうふうに言ってもらったら、ちょっとプラスアルファいるけどね、うん、それであの心臓の健康状態を見れるから、それでちょっとおかしいなところがあれば、はい、あのさらに詳しく検査してね、とにかく早く細くなってるかどうかを見といて、そうですね、もし細くなってるんだったら、はい、あのステント入れなくても済むんだったら、まあはい、食事療法とか、うん、まあ、いろいろ、あ、そんなのあるんだけど、健康維持するためのね、僕も細くなってるんですよ、一本、せやろな、その体型みたいな。でも入れずに、入れる必要ないから、だから毎回毎回検査をされてるっていう、そうそうことなんですね。はい、やっぱり時間がね、うん、あのすごく重要なんですよ、うん、まあ、八木さんの場合はねラッキーだったと思うねんけども、こう長く発症からね長くなればなるほどね死亡率も高くなる。早期発見第2位ですよ、死亡率高いの、はいはい、そうですか、がんの次、知らなかったんですよ。ほんま、そうそうそう、ほんまですよ、だからあのがんはね、あの長いこと時間かかって、うん、あのダメになっていくけども、あの心臓とかあの脳とかね血管詰まったら早いから、私のおじいさんも心臓で一瞬で亡くなりました、ね、怖いんですよ、怖いんですよ会長、なんでビビらするの。いや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 、早期発見すればこんなに元気に復活されて大阪のためにも頑張れるという、そうです、はい、そういうまとめでよろしいでしょうか。はい、ということで、はいはい、まとめはよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ川柳で、川柳でまとめてください、 お願いします、うん、心筋梗塞予防しなけりゃ、うん、来る心臓、来る心臓、いかがでしょうか。なるほど、ちょっと苦しいけど、ちょっと苦しかった、心臓だけに苦しかった、苦しかった、ありがとうございました。どうぞ、来週も楽しみに。今日は青木会長来ていただきました。どうもありがとうございました。どうも、元気出していこう、てっちゃんねる。番組では皆さんからのお便りを募集しています。健康についてのお悩み相談、てっちゃん先生に聞きたいことなど、どんどんお寄せください。メッセージをご紹介させていただいた方には、てっちゃん先生のあなたの主治医が名医に変わる本をプレゼントいたします。メールの宛先はアルファベットで TE 数字の2でてつアットマーク OBC1314.co.jp、 ファックスは06-6577-0301、 おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪元気出していこうてっちゃんねる、こちらでお待ちしています。また番組のホームページからは過去の放送すべて聞くことができます。よかったらアクセスしてみてください。元気出していこうてっちゃんねる、ここまでのお相手はてっちゃんこと荒川哲夫と川島アミルでした。それではまた来週。この番組は合同会社ウェルネスオープンリビングラボの提供でお送りしました。